それではどうぞ。そんなことやりなさんな。なんだその札なんですかそれ。すいません説明不足で、うん、不足ですよ。それマナー違反ですよ。マナー違反ですよね。急に札して、はい、あの勝手に私が判定をさせていただくということで、はい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 、そんなことやりなさんなさせていただきました。初めて聞いたかなりだ。真ん中はダメなら分かるんですけど、真ん中は絶対ダメですよ。真ん中のまずあのクラッチバッグを持っている加藤志保さん、はい、まずですねクラッチバッグは横に持ちますね。こうですか、はい、そうです。で、前を低く後ろを高く、はい、脇は締めて、はい、そして体に沿わせて、体の一部としてこう歩くのがお上品。ちょっと惜しかったですね。なのでこういう風にやるのはあの雑誌の撮影の時だけにしていただきたいなと思います。ほら動くなよ。はい、続いて、真ん中佐々木久美さん。あ、ダメだこれですね。ハンドバッグですかね。人差し指1本で持ってるよ。こうやって持ちますよ。人差し指1本で動きは出るかもしれないですけど、治安の悪いとこ。正しい持ち方としてはまず持ち手の外側から手をこう通して持ちます。はい、そうです。あ、肘にこう、肘にこう、いや、ここら辺それはちょっと違う感じになってます。おいでなすってじゃないんだよ。あの頭にエレガンスを入れていただきまして、ここら辺かな、ここに持って脇は締めます。そして脇に力を入れてサイドに固定します。はい、で、こういう感じで歩きます。なるほど、こうですか、はい、ナイスエレガンスです。佐々木美玲さん、あれはショルダーバッグになりますね。肩から下げるの合ってます。これ良さそう。はい、合ってます。これ正解でしょ。はい、少し前を下げて後ろを高く持ち、美玲さん授業中です。はい、あの前を少し下げて後ろを高く持ち、そうです。で、肘でギュッと押さえます。嘘ちょっと極端ですね、あれは。ランドセルじゃん。あれはちょっと極端となっておりますが、3人ともナイスエレガンスです。